21世紀を目指す先進技術の日産、コンピューターと情報システムのバロース、ライオン、ニコンと、ご覧の各社の提供でお送りします。およそ1300もの熱戦が展開される世界卓球選手権大会、その記録の集計に、報道に、運営にバロースのコンピューターが活躍。大会会場と本社データセンターを結ぶオンラインシステムはまさに大会の影の主役です。オフィスでスポーツの世界を、今バロース。卓球がオリンピックの正式種目に決まってから初めての世界選手権、団体戦の後を受けて5月5日から個人戦が始まりましたが、いよいよ今日は男女ダブルスの決勝を迎えました。今夜のこの時間は男女ダブルスの決勝と男子シングルス準々決勝、日本チャンピオン斉藤清対中国蔡振華の一戦をご覧いただきましょう。さて女子ダブルスですが、中国勢同士の対戦になりました。高麗県高春軍ペア対尹建彪大玲玲ペアの対戦です。放送席解説はおなじみの山中典子さんです。山中さん、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。女子ダブルス決勝戦は中国勢同士の対戦になりました。ここに日本ペアが入ってないのは本当に残念なんですが、これはもうしょうがないことでしょうか。しょうがないことなんですけども、はい、大変残念ですね。そうですね。その分この中国ペア優勝を目指します世界選手権初優勝を狙うんですが、共にいい試合を見せてもらいたいですね。そうですね、はい、そういう意味では中国の伝統卓球である前陣速攻型が4人揃っておりますので、いいプレーが見られるんじゃないかと思いますけれども、はい、中国の高麗県高春軍組対金建彪大玲玲組の女子ダブルス決勝戦です。それでは早速競技の方をご覧いただきましょう。女子ダブルスの決勝戦はファイナルゲームに入りました。第1、第2ゲームと陳建彪大玲玲組が取りましたが、ご覧のように第3、第4ゲームは高麗県高春軍組が巻き返しまして、ゲームカウント2対2、試合はファイナルゲームに入りました。こちら側が高麗県高春軍です。そして画面の向こう側、陳建彪と大玲玲。さて、いよいよファイナルゲームにもつれ込みましたが、このファイナルゲームどういう展開になりそうですか。そうですね、だんだんと高齢県組が積極的になってきますですね、はい、そしてダブルスの面白さといいますか、お互いにないものを引き出して、はい、そして一つのプレーを作り出していくという形がしっかり出てきたと思います、はい、イボダカの、止めるボール、それからそれで相手を打ちあぐらさせて、そのボールを思い切って高麗県選手がフォアハンドで攻めていくと、はい、そういうのが非常にいい形になってきてますですね。共に世界選手権出場が2回目という高麗県高春軍。一方の陳建彪大玲玲組、このファイナルゲームまず3対1、2ポイントリードしているんですが、こちらの方はどうでしょうか。最終セットですから頑張るんじゃないですか、はい、さっき1セット目1ゲーム目のように思い切ったフォアハンドの攻撃をかけてくると思います。ちょっとイボダカのラバーの止まるボールを打ち上げましたので、はい、その辺の踏み込み足ですね、はい、ここまで思い切って前に出れるかですね。その辺をどう処理しますか。さっとエンドラインを割りました。まあお互いに手の内は十分知っているんでしょうし、その辺の駆け引きも微妙になってきます。世界選手権の初優勝を狙います高麗県高春軍、そして陳建彪大玲玲、中国同士の決勝戦になっています。よく打ち合わせしておりますですね、はい、そうですね、中国のラブスペアこういうふうにしっかりサインを出し合ったり打ち合わせをしたりする試合は珍しいですね。はい、
日本の選手はよくするんですけれども、やはり気合が入っている証拠じゃないでしょうか。はい、なんとか初優勝という両ペアです。まず第5ゲーム序盤戦、接戦になってきました。必死に食い下がります。高齢拳高春軍、コートから下がらされた方が不利になってますね。はい、中国卓球の形がきちっと出ております。これは早い攻撃です。高齢拳選手の得意なバックハンドのストレートを持っていく技ですね。はい、バックハンド攻撃がなかなか強烈です。今ザイレイレイ選手レシーブちょっと手こずってますけども、最終セットまで変化プレーを残しておいたのかもしれませんですね。そうですか、これはもう作戦上大いにあり得るわけですね。中国の選手はあの必ず後半に残しておく手っていうのを持ってるんです、はい、サービスなども使えませんですね。そして最後19ですとか18、20あたりで使っていくということが多いんです。はい、さあスマッシュ、レシーブは返せません。真剣票第00組8対8同点に追いつきました。女子ダブルスの決勝戦、中国勢同士の対戦になっています。日本のダブルスのペアも4組このトーナメントに出場したんですが、いずれも2回戦そして準々決勝でこの中国の壁を破ることはできませんでした。コーチの人たちに話を聞いてみましても、まあ、壁は破れなかったものの、その壁にひびを入れるぐらいのそういう、インパクトを与えることができたと、あと何年かかってこの中国に追いつくか、早く追いつきたいなということだったんですがね、うん、進歩組などは大変いい勝負しましたからね。はい、追いついてきましたですね、はい、ポイントは10対8。中国選手は投げ上げサービスをダブルスになってもよく使っておりますですね、はい、日本選手の場合には個人シングルの場合には使わない、使ってもダブルスには使わないということが割とあるんですけれども、大レイレ選手最初から最後まで投げ上げサービスを使っているようです。はい、その投げ上げサービスあるいはその前陣攻守と、何かその中国卓球の典型的な一面がこう出てますね。そうですね、ポイントは11対10。ファイナルゲーム接戦が続いています。ポイントは13対9です。真剣票大00組が4ポイントリード。高齢拳選手のバックハンドのハーフボレーですか、非常によく決まっておりますですね、はい、ストレートで持っていくのが得意なんですけども、ストレートで持っていっておいてから今度クロスで持っていくということで先手を取って攻めているようです。そうですか、14対10にしました。ラブロスはやはり、はい、今のようにしっかり回り込んで、フォアハンドで打っていくという形を出したいものですね。そうですね、
さあスマッシュ決まりました。真剣票です。力強いボールですね。体がよく乗ってました。得点は16対11。真剣票大零零組が5ポイントリードしています。その力を十分に出してきました。17対11。優勝に向かって着実に近づいております。若さを誇ります。真剣票と大零零、中国の新しいダブルスです。非常にいい振りをしておりますですね、はい、こういう振りの速さと動きの速さ、そういうものを日本選手もやはり学ぶといいますか、しっかり取り入れていかないといけませんですね。それはネットにかかりました。しかし本当にいい動きです。パワーがあります。なかなかキレのいい攻撃を見せます。真剣票大零零。この辺は勝利目前、ちょっと勝ちを意識してますか。今いいブロックが入りましたですね。さすがに中国の卓球、伝統卓球のショートです。19点目。あとフォアへしっかり持っていって攻めちゃうんじゃないですか。はい、優勝目前です。真剣票大零零。1点目に入りました。いよいよマッチポイントを迎えました。世界選手権の初優勝まであと1点です。準決勝で強敵の曹燕華、ゲイカレンを下しました。決勝進出を果たしました新しい中国のペア。しかし高麗県高春軍も粘ります。今のは待ち受けてましたですね、フォア側へ来るの、はい、やはりフォアですね、はい、21点目。真剣票大零零が見事世界選手権初優勝を決めました。1回戦ではイングランドのペアを、2回戦では日本の山下里美、小原瑠美のペアを、3回戦ではソビエトペアを、準々決勝では韓国ペア強豪をなぎ倒し、そして準決勝では曹燕華、ゲイカレンを破って決勝進出。高麗県高春軍組をフルゲーム3対2で破りまして、見事世界選手権初優勝です。なかなか新しい力の台頭といいますか、見応えのある決勝戦でしたね。そうですね。振り返っていかがですか。真剣票選手も大零零選手も非常に足のあるといいますか、動きのいい選手でしたですね、はい、ダブルスの場合にはやはりパートナーが次いるわけですから、こういうふうにフォアハンドで打っていくということは非常にいいと思うんです。そういう意味でこういう卓球の選手が世界チャンピオンになったということは日本の形にも似ておりますので、また自信を持ってやっていけばいいんじゃないでしょうか。はい、女子ダブルスは真剣票大零零組が優勝を飾りました。山中さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではこの後男子ダブルスの決勝戦、中国の謝彩旗高華良組対ユーゴのシュルベックカリニッチ組の決勝戦をご覧いただきましょう。